業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回はここサザンヤードカントリークラブに来ております。そしてですね、今回はとてもスペシャルな方に来ていただくことができました。この方です。どうぞ。どうも。小田孔明プロです。よろしくお願いします。今回は私もとても緊張しながらの撮影ということなんですけれども、よろしくお願いします。今年は調子どんな感じですか？今年はいいですね。いいですね。まあまあいいです。なんかシャフトを、はい、カーボンに、カーボンにして楽になりましたねっていうのを YouTube でも拝見しました。そうなんですよね。今年たまたまなんですけど、はいはい、オフにちょっとカーボンを試してみようと思って、はい、合宿中にちょっとカーボンシャフトを作ってもらって、うん、作ったらすごく良かったので、まあ、本線からちょっと使ってみようって思い切って履いてみたら、はいはい、まあ、ちょっとたまたまハマっちゃって今年はいい結果が結構出てますね。素晴らしい。今日は、この1日ちょっといろいろなことをお伺いしながら、はい、お届けしたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、それではって言ったらチェケラーになってもらっていいですか？はい、それではチェケラー。小田孔明プロがパターを練習しているのでコツを伺っていきたいと思います。まずどのような練習方法でやっているのかとかいろいろと聞いてみたいと思います。チェケラー。パターって試合とか来たら、はい、ショートパットからとかロングパットからやるとかあると思うんですけど、ああ、まあ、大体僕らは、はい、まあ、例えば向こうがクラブハウスだったら入ってくるとこあるじゃないですか、はい、で大体僕は2つなんですけど、はい、3つ持ってるプロもいるんですけど、はいはい、もう入り方はまずみんなこうグリーン上に来て、はい、まずこうポンって置くんですよ。おお、はいはい。で、まあ、例えば一番近いこういう穴に向かって、はい、適当に転がしてみるんですよ。うん、あ、ちょっと重いねとか、そこで確認するんですよ、まず。しっかり打つんじゃなくて、はい、もう大体自分のイメージで打ってみて、これぐらいショートしたら、あ、今日は何ミリぐらいで、ちょっと重たいねっていうのを確認した後に、はいはい、そこから今日は大事になるだろうなっていうパターを転がしてる選手が多いと思います。へー。一回多分大体 2,3 歩ぐらい、はい、3歩ぐらいかな、これぐらいだったらを今度転がすんですよ、こうやって、はいはい、まあそのプロ同士で和気あいあいとしながらもこれぐらいの距離を転がしてみて、まあこんなもんかなと思ったら、はい、次もう見た目で今度こういうちょっと長いって、もう 10歩ぐらいのを今度転がすんです。はいはい、あ、今3歩があれぐらいだったから10歩だったらもうちょっと強く打たないといけないなとか、もうこうなんとなく距離を測るってことですね。そう、また10歩でもこれぐらいショートしたなと思ったらもうちょっとまた強めに打ってみて、いろいろ転がした挙句最終的に2歩ぐらいを円を描きながら練習する。じゃあ結構この2歩ぐらいが最終的には結構割と多め、結局お金になるってこれぐらいのパターンなんですよ。へー。10メーターはしょっちゅう入らないじゃないですか、はい、でも 10m もこれぐらい残るときあるでしょ、はいはい、これを言えないとパーじゃないんですよ、はい、そしたらこれが大事、これが大事、ね、だからこれをこれまあスライスライン、はい、今度向こう側に行ったらこう下りのパターン、はい、向こう側行ったらフックライン、はい、これを円をこうずっと描きながら、はい、全部できますよね。そういうことなんです。ずっとその練習をしてるんですよ、うん、まあ選手によってはこう線を引いてずっと
1,2 メーターのパターをこう練習してる選手もいますし、はい、で次に大事なのが、次っていうか、まあ、これまず一番基本なんですけど、ボールに線引きます？そのまま使うタイプ？そのまま使っちゃってます。まあだったら、まあそれでいいんですけど、はい、まあ、これをいや、まあまあまあいいんですけど、変な話こう合わせるんですよ。あ、そういうところで合わせてます。はい。で、はいはい、次に、はい、この線、まあ、どういうパターですかね。こういうパターです。この線をこれに合わせるんですね。はいはい。で、これを転がして、この線が綺麗に順回転で転がる練習しないといけないです。これがもうまず一番最初の基本なんですけど、はい、まあこれをってこう綺麗な回転、はい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 、はい、これをしないとボールって絶対入んないんですよ、はい、まあ僕は今入ってないですけど、ここに緑色の線を入れて、はい、これを合わせるんですよね、はい、で今度これを合わせて打って、綺麗な回転、順回転の練習です、ひたすら。これができないとラインをいくら読んでも打ち方が悪かったら、球ってこう回転したりこう回転したりするじゃないですか、はい、要はカップから逃げていくんですよ、はいはいはい、だからいくらラインを読んでも関係ないんですよ。あ、だからもうアマチュアの方もそうだけど、これを打って綺麗な回転をできるように練習すればパターは絶対上手くなるんです。そしたらパターマットとかでも言ったらいいんです。いいんです、いいんです、家とかの。いいです。ただ線を引いてちゃんと順回転、うん、はい、で次に大事なのが補足です。もう大体のアマチュアの方はこう見て補足もせずにこれで打つんですよ、はい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 、絶対入らない。あ、そうです。入ってもそれはマグです、はい、僕らは、はい、キューパーでこっち側からまたラインを確認する、あの辺通したいなって。そしたらまたこっから補足するんです。あ、これ絶対9歩で、脳の中に9歩っていうのを刻み込むんです、はい、で、打つ、まあ、まあ、こう例えばな、こう線合わせて、はいはい、9歩でちょっとフックラインのイメージを作ってあげて、そこに対してこう綺麗な回転で打ってあげる。綺麗な回転でしょ。あとはまあこう距離感が合ってなかっただけですけど、これをずっと練習しないといけない。ちょっとやってみよう。先がそれはいくらやっても上手くならないです。もうこれはもうプロもアマも一緒なんですけど、絶対に僕たちジュニアに教えるのは補足をしなさいって言うんです。どんな近い距離でも。で、脳に刻み込むんですよ、距離を、はい、まあここは9歩だったんですけど、はい、だから9歩の感覚を身につけてあげる、うん、で、9歩って信じて、まあ、なおかつこれちょっと上りのフックラインだから10歩のイメージっていうのを作ってあげないといけないんです、うん、であとは今のその言った通り線を合わせてどこに通したいかをちゃんとこう合わせてあげて、これに対してこう目標を作ってあげる。で、あとはもうカップを見ない、線を合わせてその通り線順回転で打ってあげればいいだけです。はい、はい、カップを見ない、カップを見ない。9歩、脳の中は9歩、まず自分に9歩っていうのがまずないので、はい、まあちょっとなんでイメージ、イメージでいいですよ。作っていくしかないですね、はい、と順回転のイメージ。そうすると変な3パッツにならないんです。そうなんですね。あ、でもそうですね、何にも考えてないわけじゃないですもんね。そう、距離感でちゃんと合わせてるから、その線の通り転がしたら、まあたまたま合ってないだけで、あれはもう入るじゃないですか、はい、次、はい、3パッツがなくなる。うん、それの繰り返し、要はこれやりますよね。やった方がいいと思います。まあ例えば話、まあ、自分で例えばあれ、あれ、
補足してみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10歩ちょっとで、そっちからそのボールに対してラインを見てください。ラインを左のフックで、また戻ってきてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11歩になったでしょ。11歩になったでしょ。だから自分の補足がちょっと違うっていうのをそこでもう一回確認するんですよ。行きが10点ちょっと、帰りが11歩っていうことは、例えばの話、行きは下りだから伸びてるわけですよ。で、帰りは上りだから、そういうことですか。ちょっと伸びてるわけですよ。はいはいはい。ってことは、これが確実に下りだって分かるわけですよ。そういうことか。そういうことなんですよ。じゃあ11歩でよかったんだ。そう、だからこれは下りなんですよ。下りですね。はい。で、向こうから見たら下りのフックに見えたでしょ、はい、これ多分下りのスライスなんですよ。え、私もう入れないんですよ。なんでかって言ったら、はい、これ見てフックに見えます？こっち側から。いや、見えないですね。スライスでしょ。でしょ。でも実際問題、じゃあこっちから若干スライスに見えて、向こうから若干フックに見えたってことは、あんまり切れないってことなんですよ。そうか。そうなんです。そう。あんまり切れなさそうですもんね。そういうことなんです。だからあんまり見なくていいってこと。大げさに見る必要がある。まあそれで今度はマークしてるでしょ。はい。じゃあそのマークから今度、あんまり切れないんだから、まっすぐ合わせようと思って、これをまっすぐ合わせてあげる。はい。で、今度この線を合わせてあげる。で、向こう見ずに10本。イメージ作ってあげて、向こう見ないで、もその線だけ意識して、線だけ、はい、その線を順回転で回すように。線を順回転、はい、そう、だからまっすぐ出てるじゃないですか。あ、だからあれぐらいの誤差で済むわけですよ。はいはいはい。でも何も合わせず、まあ見た感じ構えます、ここに線も何もない、打ったら、まあ、僕らはプロだから合わせれるけど、はい、普通のアマチュアが入るわけがない。うん、そうですね、難しいですもん。でしょ。芯とか何もない。でも例えばなんて、線引いてあげて、こうしてあれだなって思って合わせて、向こうも見ずこの線合わせて、まっすぐ転がせば、はいはい、とんでもないところに行くことは絶対ないんですよ。そうですね、だからスリーパットがなくなる。で、なおかつ補足してるから、脳の中に10歩って刻み込んでるから、誤差がまあ言っても1、2ヤード大きくはならないでしょ、うん、5メーターオーバーしちゃったとかないんですよ、はいはい、でも補足しなかったら、これが何歩かも分かってないから、はい、自分の感覚で打ってるだけなんで、うん、大ショートしたりオーバーしたりするわけですよ。だからスリーパットするでしょ。します。しますよね。だからもうステップ1上がったじゃないですか。私もスリーパットしない。これで18ホールやったら、下手したら9打縮まる可能性があるんです、はい、90で回る人は、もういきなり80代、80代の前半で回る人はいきなりもう70代になるわけですよ。たったこれだけで。補足しても、私なんて補足しても意味ないんじゃないかって、ってことはないです。思わず絶対しないといけない。あ、下手な人ほどしないといけない。そうなんですね。ただ進行の問題とかあるから、早くしなさいって言われるから、みんな急いでやってるだけで、できればどんな人でもやってほしいよ。はいはいはい。まあ30歩ありましたとね、これは僕らでもなかなか寄せれないんですよ。はいはい。まあいいとこ見た感じ15歩以内、20歩でも30歩でも本当はしないといけないんです、はい、だから20歩だと、じゃあどうするのかって言ったら、10歩まで補足して、もう10歩の上を通す目指せばいいんですよ、うんうんうん、なんか途中でこうやってやってたりしますね。それは例えばの話、ここにはないけどすごい傾斜のとこあるじゃないですか、はい、例えばここから急激な下りとか、はい、完全にこんな下りとか、はい、はプロは
ここの絵を通してあとどういうふうに転がっていくかだけを意識してるわけですよ。だからその通したいところでこう転がしてる、素振りしてるんですよ。だから要はそこから曲がりますっていうのを覚えておけばいい。プロなんであそこなんか中途半端なところでこうやよく試合でやってるでしょ、はい、これはここから下ってますとか、ここからスライスしますっていうのを要はもう教えてるんですよ、みんなに。それを視聴者に教えてるようなもんですよここで素振りしてるっていうのは。あ、そうなんですか。だからこうプロがこう見て急にこの辺からこうするでしょ、はい、だからここから下ってるんですよ。ここから曲がるかここから下れるかの違いだけで、プロが途中からこうするのはここから半分ではなく、ここから曲がるだろうなとか、ここから下ってるだろうなって思えばいい。でそこから変化変化していくんですよ。だからその後にこうテレビ見てたら分かると思うんですけど、そこからキューとかキューとか曲がっていってるのは、プロがさっきここで止まってこう素振りしたとこだと思えばいい。へー、そうなんですね。そう、あ、じゃあ距離感っていうことじゃないですか。要は、まあ、距離感もそうですよ。だからここから下ってるって言ったら、そこまで止めるイメージでそこからあと妥協で転がっていく。だからそこを目指してるところなんです。あ、はいはい、あ、はい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 、ここからフックするでもここからスライスするでも要はここを目指してるわけですよ。素振りしてみたいな感じ。そうそうそう、ここから先は。だからここからもう急激な下りだったら実際カップまで細くしなくてここから細くすればいいです。あ、そういうことですか。はい、でここから下ってるって思えばいいんです。だから脳の中にカップまで細くするとオーバーしちゃうから、はい、そこ五歩のところから下ってると思って五歩の打ち方をすればいい。あ、そういうことですね。で今の五歩を通ってそこから今のイメージはそこから急激に下ってるっていうイメージですよ。だからここでこれってことですよね。そう、そこでいいってことです。ここやってたっていう感じですよね。そうそうそう。じゃあこのボールあります、はい、こうしてください。両目で見てください、このボールを、はい、両目ですよ。合わせてください、真ん中。両目で真ん中。はい、じゃあ左つぶってください。外れましたボール、はい、外れた、はい、じゃあ今度右目つぶって、左で入りましたボールが、はいはい、じゃあ左目です。右目が、そうですね、右目、左目でしょ。そうですよ、ね、ってことはボールを左で見ないといけない、はい、パターンの右目で見たらボールが外れてるんですよ、はいはい、だからあのこう見ないといけないんです、ボールを。そう、そういう構えで打ってみてください、このパターン。で、僕は右目なんですよ。だからこうすると外れちゃうんです。届かない。ボールにヘッドが届かない。こう見ないといけない。だからショットの時も、左目の人はちょっとこういう風に構えなきゃいけない。はい。で、僕は右だから、ちょっとこういう感じで、こういう風で見ないといけない。あ、はい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 。それに人によって違う。人によって違うっていうか、ここを押して確認するんですよ、はいはい、だからショットの時もできれば構えた時にちょっとこういう風なイメージ。私右かもしれない。ええなんかさっきだから私ずっと右だと思ってる。カメラに対して両方で今見えてます、カメラ、はい、両方目で、はい、で、右つぶってください。右かも。右で入りました、はい、じゃあ右ですよ。ですよね、うん、なんかやっても一回左入ったんですけど、それから右で入るなって思って、根本的に覆っちゃったね右のやつ、ちょっと右のやつでやりましょう、うん、こうですね。そう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 、ちょっとそうそう、ちょっとこっち側で見る意味。うん、やっぱ右ですね。右ですね右目で見る人は基本的にオープンスタンスがいいんですよ。あ、右目で見る分こう、ちょっとこうどっちかったらフェーダーが多い。あ、そうなんですか。やっぱりこう視界を広く保つために右目で見るからちょっと左開いてるんですね。でこっち側の人っていうのはどうしてもこう見るからちょっとクローズになるんですよ。え、
じゃあ私ごちゃごちゃしちゃってるかもしれない、ね、そうごちゃごちゃしちゃってるって。だからフェードの方が僕言ったじゃないですか、ちょっと低いフェード打った方が飛んでるかもしれないですねって、はい、練習場の時、はいはい、だからちょっとパワーフェード系の方が飛ぶかもしれないですよ。自分はドローだと思ってるんですけど、うん、いやちょっとフェード系の方が飛ぶかもしれない。でもフェード打ってた時もあるんですよ、うん、まあごちゃごちゃなんでよくわかんないですけどまあ自分の好きな方が一番いいかもしれないけど、要は効き目でいろいろ変わるってことです。ああそうなんですね、うん、でもパターはやっぱちょっとオープンの方がやりやすいかなっていう感じがします。ただオープンのパターするとやっぱり顔が上がるやすいんですよ、はい、気をつけないといけないのがやっぱ絶対にパターって顔を上げちゃいけないんです打つまで、はいうんうんうん、これがこうなればもう絶対ダメなんです。どっちかっても絶対打ち終わるまで左目で追っかけるぐらいでいいです。だから線をちゃんと合わせてこれに合わせて、だから僕のパターって普通細いんですけど、はい、線あえて太くしてもらってるんですよ。あ、そうですね。これが元々の線の太さ、この先に見えてる。はい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 、急に太くなってるでしょ、はい。合わせにくいんですよ、細いと。昔はあえて3本線にしてもらってたりしてたんですよ。はいはい。あ、こういうやつですか、シュッシュッシュッみたいな。でもこれも線細いでしょ、はい、合わせづらくないですか。言われてみればもうね、合わせづらい気になってきますよね。考えたことなかったですけど、できれば線が太くてこうボールの線に合わせやすい感じの線がいいんですよ、はいはい、あ、だからわざと太くしてる。そうなんです。へえ。そうなんだ、うん、でも太い方か、そうか、合わせやすい感じはしますね。だって太さが違うから。全然しますね。合わせやすいでしょ、はい、そんな感じすごいしますね、うん。かといってパターを別に変える必要はないけど、はいはい、イメージはだからそういうイメージってことです。結構やるべきことは練習方法は分かったかもしれない、うん、細くして順回転、順回転、家とかでは順回転の練習ができると思う。そう、1、2メーターを順回転でいい、はい、でコースでは細くして自分に距離感を叩き込みながらで、まあ逆から見てスライスとフックをちゃんと分かるようになって、まあこれなんかもうだって僕に見えますこれスライスです、ですよね、はい、まあ、それが分かれば大丈夫です。これがスライスだと思って、はいはい、じゃあ見た目がどれぐらい切れるように見えます。30センチ。そのよく僕言うんですけど、30センチって分かります。じゃあ実際の長さの30センチ分かります。だいたいこれぐらいと思うわけでしょ、はい、それダメです。カップ何個って言った方がいい。カップ4つぐらい、うん、です。ジャストタッチでね、はい、そんなもんです多分、はい、そういうふうに思った方がいいです。ああ、1メーター切れますよね。じゃああなた1メーターの長さ本当に分かりますって。近く行ったら違う。もうそれ雑じゃないですか特にかこんな近い距離でこれ20センチ切れますよねって、あなた20センチって本当どれぐらいか分かりますってなるじゃん、はい、でもカップの大きさって分かるでしょ、はい、カップ3つとか、はいはい、2個半とかの方が逆にいい、うん、でまあここからスライスラインだったらじゃあこう細くして、まあ、向こうから見たらカップ4つですね、うん、ここら辺でもう一回見直して、こんなスライスあの辺から切れそうだなって思って、うまくこう切れるイメージ。はいはい。これがだからここで決めてるイメージ。ああ、はいはいはい。でもう一回ボールのとこ見直す。あとこの上を通ればいい。で、8ったとして、8歩まで打って残りの4歩から切れる12歩だと思います。結構考えることあるんですね。めっちゃ考えますよなんでゴルフで一番大事なのって最終的にパターですからね、うん、300ヤード飛ばそうが10センチだろうが1打は1打じゃないですか、はい、まあ昔のねプロゴルファーで杉原さんがパターイズマネーっていうぐらい、はいはい、パターが大事だっていうことで、だって最後はパターなんですね、優勝の行方を定めるために
それが5メーターなのか1メーターなのか30センチでもその一打で優勝が決まるわけじゃないですか、はい、それを適当にやってはいけないってことですか。そうですね、そうです。プロが適当にやってないのになんでアマチュアの方は適当にやるかが僕はわからない。そう、多分、ね、やり方が分かんなかったんですけど、うん、説明していただいてちょっとこう、あ、こういう風に考えるんだっていうのを知ったんで、これからちょっとやってみたいと思います。もうやることはいくらでもいっぱいあるんですよ。特に やり続けないと上手くならないってことなんですよ、うん、上手くなったけど適当な人はそれ以上伸びない、うん、でもこれが日々やり続けることによって当たり前のようにできるようになれば苦労もしないわけですよ。補足をしたくないなとかじゃなくて、うん、当たり前のようにこう補足していけば誰も迷惑かからないし、うん、はいはい、はい、それの続けがパターの名手になるわけですよ、はい、スタッフパター自信がある。頑張りやす。ありがとうございます、はい。小田孔明プロ、今日はありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。楽しかったです。いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。よし、よかった。そして、あの、小田孔明さんが孔明 YouTube で何ショット、孔明 YouTube で何ショットっていうやつを始めたですね、最近ですね。そう、見てます、見てます、見てます。ありがとうございます。ラウンドしたりだったりとかやってるので、そして、あの、ちょっとやるってことあるんですけど、はい、小田孔明プロ賞金王にもう一度、これをやりたかったんです。なるほどですね。まあ難しいと思うんですけど、まあ、今年でまあ調子がいいもいいんで、はい、なんとか優勝を目指して、はい、そのついでにじゃないですけど、はい、勢いがあれば賞金を目指していきたいなと思います、はい、もう一度頑張りたいと思います。はい、視聴者の方と一緒に応援していきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。その孔明プロの YouTube は概要欄に貼ってありますので、皆さんどうぞチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてこの動画がいいなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは